よてつのイエーイ。今日どうよ、はめたです。はい、ね、はい、なんでか知ってる。はい、なんでか知ってる。なんで食べたか知ってる。なんでですか。フォワードだから。あー、やっぱポストプレー大事だから。なるほど。溜めるところはちゃんと溜めて、でちゃんと横に振ったんだよ、ね、なるほど。食いついてなーい。全然食いついてなーい。まあでもね、今日もね、はい、始まりましたよ、はい、ゆーちゃん、はい、ね、先に自己紹介からいきますか。そうですね、私たちの、はい、私が川越でイタリアンカフェブライトンカフェやってるエビデンスです。ポン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 。はい、サッカー好き女子リオです。お願いします。今日ね、はい、ちょっと真ん前で緊張してるでしょ。え、ああそうですね。そうだよね、はい、今日はね、自分の次に、はい、イケメンを連れてきました。なるほど。うん、もう2番目、2番目ですよ、彼2番目です、はいはいはい、ね、堂々とこういうことを言う。ラジオですから顔わかんないですから。そうですね、うん、いいんですよ、全然いいんです、顔わかんないから。そうですね、まあね、はい、そうですね、まあ紹介しましょうよ。はい、はい、なんと今小江戸川越 FC で選手でいらっしゃる橋本恭介選手です。どうもお願いします。こんばんは。こんばんは。こんばんはなんですよ。金曜の夜10時スタートなんですよ。はい、どう、かっこいいですよ。かっこいいよね、はい、俺も最初会った時にあのかっこよかったの。うわーってブライトカフェでね、今日初めましてなんだよね、はい、今日初めまして、はい、なるほど。でこう店入ってきてから、はいはい、で、あーって、あーでも2番だなって。失礼極まりない。やめたくないですよ。いや素晴らしいね、橋本恭介選手。はい、そう、もうね、今日は橋本恭介選手の話を聞くのと、あと小江戸川越市、はい、あと最初にちょっと J リーグのね話をちょっとしていきたいと思います。はい、まず J なんだけどね、リオちゃん。はい、はい、まあ、先週ね、水内武さんが来て、そうですね、まあ長い目で見てこれからじゃねえのという話もあったし、はい、ちょっとここうまくいってないというのもあったんですけども、はい、ちょうど昨日、おとといですね、そうですね、ね、対戦相手がどこでした、はい、もうどこかも忘れちゃいました。おい、まだ2日前だよ。ガンバ、ガンバですね。ガンバ大阪ですよ、はい、絶対負けちゃいけない。そうですね、絶対負けちゃいけない相手。なのに結果 0-1 で負けました。はい、水井さん負けちゃいましたよ。ね、それもホームでね、はい、ちょっと残念だよね。リオちゃんはもちろん現地、スタジアム、そうですね、行きました、行きました。もうどんな気持ちだったの。確かいい流れだったよね、前半は。そうですね、いい調子だったんですよ、うん、はい、がしかし後半打って変わって、まあどうなったんだろうな、負ける試合ではないよね。そうですね、決して、まあ、内容は、うん、内容はいいところもあったし。そうですね、けどあそこを決められちゃうところが今のレッズを、うん、去年の最小失点のチームとはまるで違う。違いますね、最後にやられちゃうところ。はい、ね、もうテンションダウンしてんじゃん、こんなに。いやもうあのもうやっぱ負けると週末次の週落ち込んじゃうんで、もう忘れてます今。そうだよね、はい、なるべく忘れよう、忘れようってね。それ分かりますよ。ね、まあレッズはね、はい、まあ、厳しい状況で、はい、次の対戦相手がホームで名古屋、はい、6戦負けなしの2連勝中の。そうですね、もう勢い乗ってますよ。はい、でそれホームですよ、はい、でその次はなんと川崎フロンターレ。水内さんも言ってましたけども、はい、今のリーグの中では下位となんとかぶつかったんですよね。そうですね、今までこっからが1周目ジョイとぶつかるという、そこでこの下位とぶつかってんのに勝ち点取れないっていうところの厳しさ。そうですね、いやちょっとね、来週楽しみでしょ。行くの。行きます。あら。まあ応援しましょう。そうですね、その代わり大宮アルティージャン、恭介君、この番組は埼玉の、埼玉による埼玉のサッカーを応援する番組なんで、はい、やっぱ一応こうやって応援していくんですよ。はい、まあ、いっぱいを伝えることあるんですけども、大宮アルティージャン今首位です。そうですね、勝ち点24で、2位が確か20かな。へえ、ちょっと開いたのよ。負けなしですもんね。ね、そうですよね、すごい。もうこれだって、どう、大宮アルティージャンって J3 って、いや考えられないですね。だよね、はい、やっぱり大宮アルティージャンって
少なくとも J2、うん、元 J1 のイメージはあるよね、うん、ありますね、ね、はい、だ今ね、杉本健雄選手が入って、はい、まあ、2得点取ったり今いい形なんで、うん、これをぜひキープしてもらいたいなと思います。そうですね。あとは W リーグ女子のサッカーの浦和レッズレディース清家貴子選手、まあ、あのブライトンファミリーですから、はい、勝手に僕はそう言ってますから、うん、10試合連続ゴール。あ、そうなんですか。これは W でも J でも快挙で、あのギネスからぐらいの10試合連続でゴールってやばいよね。フォワードが最高っすね。ね、2試合連続ゴールでも、うん、イエーイってなるのね、はい、フォワードは。確かに。それ10試合ついちゃうともうこれあれだよね、ゾーンに入って無双状態だよね。そうですね。自信しかないんだろうね今。打てば入るみたいな、うん、ね、ゴールめちゃくちゃでかく見える、ね、確かに。めちゃくちゃスタジアムの後ろのバック、うん、バックスタンドぐらいでかく。そうですね、本当に。いや、ほんと10試合っていうのは化け物だよね、うん、あとはエルフェンもあの広島に勝ったんですよ、はいはい、すごく、あの、まあ、埼玉ダービーだったんだけどね、はいはい、レッズ対あのアルティージャのダービー戦だったんだけど、うん、まあそんな感じで今サッカーね、埼玉いい感じで来てるんで、はい、まあでここで小江戸川越し、はい、渡辺恭介選手、あ、いや、橋本恭介選手、あれどうでした、あの今までの経歴から少し話をしていきたいと思うんですけども、はい、生まれはどこなの。自分は実家が東京灘地区ってところにあります。そこから始めたのはサッカーを小学1年生ぐらい、1年生ぐらい、はい、地元のチーム。そうです。え、それは最初からクラブチームみたいなとか、それとも少年団みたいな。いや、もう少年、多分少年団だと思う。少年団、もう週に1回の練習で、うん、試合も月に1回あるかないかぐらいの。弱小だね、はい、大変失礼なこと言いました今あのチーム名言ってないんであれですけどそうです、ね、まあでも少年のあるあるですよ、うん、もう月1試合とか週1回練習とか、うん、それでそこにはどれぐらい在籍したの。小学4年生の途中までいました。おお、ほら来た、うん、エリートの人のこのね経歴は大体小学校で最初のチームからちょっと離れちゃうのよ、うんうん、離れてどこ行ったの。同じ地元のクラブ、ちょっとクラブチーム、はい、もうちゃんと練習して試合もやるみたいな。ああ、ちゃんと、はい、ちょっと物足りないっていうか、だんだんね自分が実力分かってきちゃってもっとやりたいってなったの。いや、その時は行きたくなくて、本当は。お、両親に行きなって言われて、じゃあ行くかみたいな感じで。あ、本当、はい、確かに、あのもう一個こういうチームもあるから。あ、そうです、行ってみなよって、はい、本人はね、その一番入ったところがまあ良かったし、はい、まあ、でもじゃあ親に言われて行ってみて、はい、どうだった、それ映ってみて、やってみて。レベルがやっぱ全然違うので。あ、全然違うんだ。はい、うまいし、うん、みんな、みんな全員うまいしっていう。結構大変でした最初。最初は、はい、あ、うめえなと思った。思いました。え、京介くんはポジションはどこか分かる。え、結構難しいよ。難しい難しいよえ、フォワードかなって思いました。うん、さっきの流れ、なんか正解はセンターバックです。え、小学校の時から。いや、小学生の時はもう全ポジションやってました。やってたんだ。キーパーからフォワードまで。じゃあまあその移ったクラブチームでいろいろこうやってって、はい、で中学を、中学も地元のクリアージュっていうチームに。クリアージュ、はい、強いの。そこは関東大会にたまに出るぐらい。あ、でも強いね。うん、そうですね。あ、じゃあそこはもう、え、小学校もそこ。あ、そうです。あ、そこに行って中学チームで、はい。じゃあそこでこうやって、まあ、3年間いろいろやってみて、はい、じゃあもう、じゃあ高校だ、ユースだ、高校どっちかってなった時にどこ行ったの。青森山田高校に行きました。はい。もうだって青森山田だもんね今は。そうですね。本当にだってもう、え、6年間で決勝が4回とか言ってるんですか。4回だよね多分、はい、そのうち準優勝とかが、優勝とかしてる。はい、それは何、もう青森山田の門を叩こうと自分で思ったの。そうですね、自分で思いました。行こうと、うん、はい、黒田監督から、お、橋本君来なよって言うのじゃなく、あ、もう行きたいなと思って自分で飛び込んだの。はい、やっば。え、これすごくない？すごいです。多分ね、
高校みんなほらサッカーやってる人たち、うん、やっぱ今やっぱ頂点とかにいると思うんだよね、青森山田とか、はいはい、もちろん他にもさ、まあ、この関東だったら前橋育英とかさ、はいはい、あの流通経済、うん、もう柏高校とかいろんなこうあるんだけど、はい、青森山田行くってなかなかだよね。もうそこはもう絶対上手くなる、行きたいと思って。そうです、その練習参加だったり試合とかに参加させて何チームか行ったんですけど、その中で一番青森山田がなんかサッカーに対しての意欲だったり、うん、なんか考え方だったり、うん、もう全然違って、おここ行ったら絶対強くなれるなっていうのは思ったんで。った、はい、じゃあその当時、じゃあ、高校入学した時にもう全国から猛者が集まるんでしょ、はい、猛者中の猛者ですよ。中にはもう口とかにこうなんていうのあの縛られてるやつ、もうすごい多分そうなんですか、そんな猛者たちがいっぱいいる中行ったわけでしょそうそう、で最初どうだったの、入った時の1年生の最初。みんなレベル高いし練習もきついしヘトヘトで、もうそのトップチームとかもちろん3年生とか2年生出てるトップチーム見てて、だからもう雲の上の存在っていうか、なるほどなるほど、もうこの人たちは神かと思いました、うん、最初全然違った、はい、じゃあ自分が最初入った時はこう何軍とかそういうどこのカテゴリーにいたの。最初はその1年生チームっていうのがあって、うん、1年生チーム、はい、そこでやってたり、でそっからB チームで1年間2年間やってました、うん、え待って、1年生だけで何人いるの。僕の時は40人ぐらいいました。おっ、まあでもそれぐらいか、だいたい3年生合わせて100超えてくると多いとかさ、はい、すごく多いところから200とかなるから、そうですよね、今ではそのくらい200ぐらいいると思うんですけど、僕の代から多く取り始めて、うん、だから先輩とか全然いなくて、少なくて。あ、そうなんだ。そうです。あ、40でも多い方ってことですね。全然多かったです。へえ。じゃあまあ1年生の時こうやってみて、あ、どう通じてるなって、1年生同士だったらそこそこいけるなっていうのあった。いや、もうついていくのがいっぱいいっぱいした。あ、いっぱいいっぱいなんだ。はい、もう全然レベルが高いです。全然違う。はい、え、じゃあどこでこう自分うわってこう生きるようになったの。高校2年生のその3年生になる前の春合宿中とかに、やっぱ A チームに入って試合スタメン争いとかしてる時に、うん、なんかスイッチ入ったじゃないですけど、うん、これはなんかゾーンじゃないですけど、それこそ、うんうん、もうバックスタンドがこうやってでかく見えちゃった、ね、なんかもうこれは出れる出れないとかじゃなくて、なんかやるしかないみたいな、うんうん、そこしか意識が向かなくて、あ、もうで気づいたら試合出て出れてみたいな感じでした。はい、じゃああの青森山田のトップチームでレギュラーも張った。張りました。え、まあ若干このプロフィールを見させてもらってるんだけど、はい、高校先発まで行ったの。あ、そうです。え、アンダー17、何歳の18、高校3年生で終わったんです。高3で日本高校先発入っちゃったの。はい、やべえじゃん。その早く行ってよ。ちょっとなんかブライトンでね、顔見知りになっちゃったから、ちょっとすげえフレンドリーにしてたんだけど、はいはい、すげえじゃん。いやいや全然すごいよね、高校先発、うん、それに入った。はい、ありました。その時、選手権はどうだったの。選手権は優勝しました。え、もしかして青森山田初優勝。選手権は初優勝でした。そうだ、そう、伝え忘れてた。なんと橋本くんは、京介くんは、はい、ベルダベーロってソサイチので頑張ってる佐藤レオくんの同級生だ。はい、そうです。そうなんだよね。まさかこんなところで川越で同じあれでね、サッカーを通じてまた思わなかったよね。思わなかったですね。そうだ、佐藤レオ君と同級生。その時いないか、まだ。はい、いないか。はい、そうなの。そうなんだ、そういうつながりなんだよね、青森が。はい、そうです。じゃ全国優勝してんだね。はい、え、決勝どこだったっけ。前橋育英高校です。ああ、何対何だっけ。5対0です。決勝。決勝です。予選でしょ。いや、決勝です。決勝決勝 5-0 で前橋育英やっつけたの。はい、すごい。やべえな。
黒田監督泣いてた。え、泣いてたんですかね、わかんないです。ちょっと話ずれんだけどさ、はい、よくあの野球とかもさ、サッカーもさ、負けた後でのあのロッカールームとかあるじゃん、番組、うんうんうん、で監督とかがさ、3年生とかがぐじゃぐじゃ泣いてるところでさ、はい、いいこと言うじゃん、うん、優勝したチームの監督ってロッカールームどうなってんの？泣いてはない、その時は泣いてない、はい、もうパリピとかなってんの？見てみたいですからね。ちょっとさ、そんなことない、まあ、なかったですね。だってそこを取りたい監督いっぱいいるわけよ、うん、20年も30年も高校のサッカー部の監督やって、すごい日本のトップ立った時にどんな心情でいられるんだろうね。確かに分かんない、なんかスラムダンクの安西監督みたいな、ウォッフ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 ォッ、そんなの絶対俺無理だよね。俺は無理だね。そうですね、絶対無理、無理そうですね、うん、もう踊ってもうスタジアムからロッカールームまで踊りながら行く。あ、やらなかったの？やらなかったっす。タンバリンとか、あれ持ってかなかったの？持ってってなかったっすね。マジかよ。行けよ、パパ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 。あ、そうなんだ。はい。でもみんなじゃあ選手はウェーって。いや、そうですね。なりました、ね。覚えてる？覚えてます。まあ、5-0 だからね。正直もう後半の残り20分ぐらいからはもう、このまま行けば、このまま行けばっていうのはまあ、ちらつくよね。はい、さすがに切羽詰まった 1-0 とかじゃないもん。もうなんならもう終わんないでほしいと思いました、その時間は。あ、もう楽しくて、はい、楽しくて楽しくて。うわ、今の聞いた名言これ。終わらないでほしいって。確かにすごい、もうそれぐらい、もうそれね、5点も取ったらいいサッカーしただろうし、もうパーフェクトね、ディフェンスだからもうゼロだし、はい、なるほど。うわ、俺も言いて終わらないでほしい。そうですよね、はい、なかなかないですもんね、終わらないでほしいってことはないよね、あんまり。でもそれ最後だもんね、それで、ね、引退だもんね。はい、そうです。そりゃそうだ、あんだけ青森山田でよくわからないけど雪の中、はい、ね、走ってきて勝手な、今あれだよ、想像して言ってるよ、はい、ね、みんなでグランドの雪をかいたりとか、そうさ、最後の試合なの。泣いた？いや、泣けなかったっす。嘘、嬉しすぎてもうテンション上がっちゃって。そうだよね、最後のあのトロフィーあげるってもうわーってね。あら、まあこれはすごい素晴らしい。じゃあまあ高校サッカーはもうね、あの日本高校選抜まで選ばれて、はい、で青森山田全国一周して、まあ自分の中ではもう何点ぐらいの高校生活は。いや、でもプロになれなかったんで。あ、高卒から。はい、やっぱプロになりたかった、プロになりたいというのが目標で、うん、ずっとサッカーやってるんで、うん、全国優勝はしたけど、なんかすごい満足とかはしてなかったです。あ、そこは、はい、素晴らしい。じゃあ俺が点つけたけど今20点ね。思ったより低かった。もうちょいくれるかなと思ったんですけど。そうだね、はい、まあ素晴らしい、逆に素晴らしい。その向上心とまだそのならなかった悔しさがあるから、これあえて20点にしたんだけど、まあでもじゃあ高校卒業して、じゃあプロに行けなかった、次どの道を選んだの？大学進学しました。大学に、はい、どこの大学行ったの？新潟医療福祉大学という。はいはいはい、はい、結構ねサッカー界じゃ有名だよね。最近そうですね、有名になってきてるよね、はい、もう不思議なんだけど、ちょっと教えてほしいんだけど、新潟医療福祉大学じゃん、なんでサッカー強いんだろうと思っちゃう。あ、でもそれで言ったら監督、今佐久間監督っていうあの中村俊輔さん教えてた、東高時代に教えてた監督なんですけど、はい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 、あの方が来てからすごいやっぱ選手も集まってきたりとか、まあ、もちろん教え方が良かったりとかで強くなってきてると思います。あ、で多分最初はあの多分本当に普通の福祉大学だったのかな、医療の福祉大学。多分、はい、サッカーはそんな、そうだよね、はい、強くなかった。だからどっちかっていうと、まあ医療関係に就きたい人が行く大学だったのかもしれないね。かもしれない、分かんないですけど。え、ちなみに何学部にいたの？あの医療福祉と言いつつも健康スポーツ学科、健康科学部っていう、あの本当に体育大みたいな感じです、うん、あ、教員免許だ、体育の教員免許だったり、あ、なるほど、トレーナーとか指導者の資格を取れるような学部にいました。あ、なるほどね、そこで医療っていうか、はい、まあちょっと関わりあるもんね。はい、そうです。なるほど。でそこにじゃあ行って4年間、はい、まあ、新潟だから何地区っていうのあれ、
北信越。北信越、はい、で、北信越もやっぱ一部二部あって、はい、一部で、はい、他大学強いところってどっかあるの？北陸大学だったり。北陸大学、はい、あと新潟経営大学とか。新潟経営大学、はい、まあ、ちょっとこっちはあんまり、ね、そうですね、全国的には全然、うん、その中ではライバルぐらいすごい強い大学もあんの？あ、今挙げたような新潟医療、あ、新潟経営大学だったり北陸大学、北陸大学とかもうライバルだ。はい、もう他にも何チームか行ったり。あ、そうなんだ、はい、じゃ結構ガチなんだ。はい、一強じゃなかったんだ。あ、全然全然ライバル多かった、多かったです。じゃあ4年間やっていく中で、関東の大学と試合する機会もあるの？公式戦とか。全国大会ではあります。あ、大学の中での全国大会、はい、それトーナメント？あ、そうです、全国大会トーナメントです。どこでやってた？ちなみに覚えてる？僕は出てないんですけど、法政大学だったり。法政ね。あとは忘れちゃいました。忘れたよね、はい、全然忘れてる。いいよ、結構前です。あ、でもそういうふうに機会があったんだ。はい、ありました。じゃあ大学4年間はもうやっぱり青森山田でやってきたといえど、また大変だったりしたの？そうですね、大変入って鳴り物で、いや全国優勝したんですけど俺みたいな。いや最初怪我してたんで、あ、3ヶ月ぐらいはできてなかったです。あ、そうなんだ。ちょっと出だしが遅れてからのあれだったんだ。はい、でもみんな知られてたでしょ。まあその時はやっぱ優勝した年だったので。そうだよね、だって、はい、自分が同級生だったら決勝戦なんて絶対見るし、うん、あいつ青森山田のあれじゃない、橋本じゃないみたいな、そういうふうに、お前それ横目で見られてる時どう思ってたの？いや、そんな感じたことなかったっすけど。そうです、私が橋本です。ね、うわすごいね、みんなからそういう目で。いや全然そんなことなかったですけど。本当、はい、ちなみにさ、安高校に日本高校先発ってことはさ、その中に一緒にやったプレイヤーいるよね。あ、それこそあの佐藤陽太選手、浦和レッズのセンターバック。浦和レッズのセンターバック、はい、日本高校先発で一緒、一緒やってました。あとは、あとは上田綺世とかは選ばれてなかったです。金子大輝とか。あ、一律船橋、うん、レッツでもやってました。やってた。そうですよね。そう、とかも一緒にやってました。あ、え、上田綺世は入ってないの？入ってなかったです、ね、全国行ってないから。鹿島学園が行かなかったのかな。なんか目立たなかったんですかね、わかんないですけど。でも対戦したことはあります。どうだった？いや、めちゃくちゃすごい選手でした。すごい、はい、よくね、バケモンっていう表現もするんだけど、はい、バケモン、もうバケモンです、あれは。バケモン、はい、そうなんだ。やっぱ青森山田と鹿島学園が対戦した、夏のインターハイで対戦。インターハイ、はい、インターハイどこまで行ったの？準決で負けちゃって。どこに？琉球。あ、柏に、柏に、はい、3、4、まあベスト4でした。ベスト4、はい、すげえな、インターハイベスト4で選手権優勝。はい、うわ、日本高校先発。あと誰がいた？すごいやつ。いや、みんなすごい、すごい、みんなすごい、はい、すげえ。あ、あと町野とかいました。え、町野って1個下なんですけど、湘南だ。そうです、忍者。忍者、はい、あれもいました。日本高校年下あるけど来てた。来てました。はあ、フォワードじゃん。フォワードです。やり合ってはない？やり合ってはないですけど。あ、そう、やっぱすごいね、すごいとこにいたね。まあ話ちょっとさ、高校に戻っちゃったんだけども、まあ、大学時代はじゃあ4年間やって、はい、どうだったの、その成績っていうか。チームとしては、まあ、全国大会には毎年出れて、うん、リーグ戦も優勝はしたんですけど、うん、まあ、全国大会ではあんま結果出せなくて、出せなかった、はい、っていう4年間でした。自分自身のそのパフォーマンスはどうだった？4年間は。いや、もう本当にもう勘違いしてて。ああ、最初やっぱ勘違いしてて。うん、いや、さっき俺が話した通りだよね。はい、もう何、みんな全国優勝したことないの？いや、この中に全国優勝したことある人手挙げたやつ。ほーいって自分で手挙げて。そういうそういう勘違いじゃないですけど。そういう勘違いじゃない。なんか壁にぶつかった時に人のせいにしてしまったりとか、うん、はいはいはい、はい、自分にベクトルをやっぱ向けれずに、はい、他人のせい、環境のせいにして
どん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 やっぱ落ちてったっていうのは思います。なるほどね、はい、やっぱそうぶつかった時のあ自分へのね、はい、大変失礼しました。すぐ調子乗っちゃうのはこっちでした。すいません、だから ここまで止まりなんですよ。もうペーのペーなんですよ。なるほど。あそれでじゃあ、はい、それは大学4年間ずっと、いや4年あまあそうですね、まあ、まあトータルでいろんなこといい時もあれもあったけども、はい、じゃあまあ大学時代そういう苦しいこととかいろんな高校のねあれとまた違ったの経験して、はい、その後どうしたの大学卒業ってなった時に、まあ、プロもちろん入りたくて J3 だったりいろんなチームの練習参加させてもらったんですけどダメで、うん、と関東一部の東京 23FC というチームで、うん、今となったね、1年間、はい、プレーしました。あそうなんだ、はい、そこはじゃあ受かって、そうですね、でやってみて、ああいいね、まあじゃあねちょっとやっと社会人っていうところまで来たんで一旦ここで曲いきましょうか、ハーフタイムで、はい、まあ今日はちょっとりおちゃんから曲紹介してもらっていいですか。はい、わかりました。じゃあそれでは聴いてください、ドロップでドロップサイファー。 YOいていただいたのはドロップでドロップサイファーでした。イヨーヘイヨー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 そうなんですよ。まあ曲紹介の時に、はい、京介くんに、はい、なんか曲なんか聴いてるって言ったら、まあ、弟さんが、はい、音楽やってるっていう、はい、で、まあ、ヒップホップっていうんで、で今この曲をかけさせてもらったんですけども、はい、いいね、ありがとうございます。久しぶりにだよヒップホップを聴いたよ。本当ですか。もう昔ヒップホップ大好きで、おこう見えてももう挑発それからダボパンみたいな感じだったの、はい、だから日本のヒップホップ聴くと当時の20歳ぐらい思い出したんだよね。本当ですか。本当本当本当ダンスとかも大好きだったから。あそうなんですか。レポートとかそういうの大好きだったから。まあ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 でもね、すごいね、弟さん頑張ってますね。ね、はい、すごいですね。イケメン弟。あ、イケメンですね。おー3番目ね、じゃあ弟3番目って言っといて。あ、わかりました。まあ、先ほどは、はい、ね、大学まで話して、はい、で、大学卒業して東京23、はい、の関東一部、はい、で、プレー1年間1年です。おー、1年間。まあ、じゃあ社会人サッカーで、ね、はい、に入って関東一部戦って、でその後はどうだったの。その後1年やって J3 の YCC 横浜というチームでプレーしました。ほいほいほい。え、 J リーガーじゃないですか。そうです。その時は1年間できました。あ、そうなんだ。それはどういう経緯でそこに YCC 横浜に行ったの。練習参加させてもらったんですけど、その時はダメで落とされて、うん、でね、年始にセレクションがあるって言われて、セレクション行って、それをもう最後のチャンスにしようと思って行こうと思ったら、その時ちょうどコロナの濃厚接触になっちゃって、うん、僕自身が、うん、で行けなくなっちゃって、うん、あ、やっぱ行けないかと思ったけど、ちょっとコーチの方、 YCC のコーチの方にどうしても見てほしいってお願いしたら、練習で1週間来ていいよって言われて、そこでなんか入れてくれました。あ、1週間練習参加したの。はい、すごいね。めちゃくちゃラッキーです。ないよね。最初もう落とされてるんで。そうだよね。もうダメ元の元の元ぐらいだよね、はい、もう無理だと思った、うん、思って受けに行きました。あ、そう、はい、じゃあまあそういう感じでカテゴリーアップ。そうですね。ね、はい、あ、もうその時は J3 だった。 J3 でした。あ、すごいね。どうだった、まあ、憧れの J、まあ、3、2、1ってあるけども、その J3 に入ってみて、やっぱ、まあ、入った当初も嬉しかったし、やっぱ今までとはレベルは違うなとは思いました。あ、そう、はい、いや、もうセンターバックとして出て、やっぱカテゴリーがさ1個上がると関東1と J3 もやっぱ全然違う。なんやっぱ違います。やっぱ違う、はい、当たりだったりスピード感とかもやっぱ違うんだ。スピード感とか強度とかが違います、まず
だってさ、でもさ関東一部のチームもできるだけの強度だったり、まあ、できる加減のあれで練習したりなんかしてるはずじゃん、はい、チームはね、それ求めてくるでしょ監督、はい、けどじゃあ J3 との違いっていうのはもう本当じゃあ個の違いになっちゃうのかな。いやもう本当にそうです、個が違う、もうこれ決めるのみたいな、あ、なるほどね、フォワードがいたり、うん、それ守れちゃうのみたいな、うん、J3 でもそういう人がいるので、やっぱ J2、うん、J1 行ったらもう本当に化け物なんだろうなって思います。なるほど、すごい世界だね。そうですね。でも J1 とかもう日本代表の選手っていうのはやっぱもう少しもう超化け物だ。あ、そうです、もう全然レベルが違いますね。じゃあ例えばね、まあ京介君はディフェンダーだから吉田麻也とか富安選手っていうのはちょっともう分からない、もう多分あそこまでの感覚が分かんないです。そうだよね。はい、やっぱそうなんだね。そうなんですね。やっぱその J に行くのも狭き門っていうのを体験して、はい、その上にさらに行くっていうのはもう一握りなんだね。うん、冒頭でもう今浦和レッズの選手を本当ですね、ちょっとなんかね応援はしてると思うけども、はい、ちょっとどうなのと思ってたでしょ。はい、今の聞いてどう思う？いやちょっとすごいんだなって思いました、ね、改めて。そうだね、やっぱすごいんだね、うん、すごいですね。うん、まあでもね、多分嬉しい気持ちだった、あとまた悔しさもありながらさ、はい、やってきたと思うんだけども、じゃあその J3 でやってはどうだったの自分の中では、その1年間って。1年か2年か。1年間。1年間、はい、どうだった？やっぱ難しかったですね。難しい、心のやっぱなんていうんですかね、メンタル、はい、メンタルのとこが、うん、こうやっぱ難しいんだ。難しかったですね。やっぱあのブライトンじゃなくてゴーストファミリーである福富くん、福富慎也っていう、そのチームビルディングってチームをこう作っていく専門家が、まあ自分と今一緒にチームサッカーしてて、はい、でそのチームにいろいろ帯同したり呼ばれていくのよ。今 FC 東京のそのチームにスタッフとして参加して、うん、FC 東京選手にこうメンタルだったりチームはこうやっていくべきだよねっていうのを話してる、うん、で FC 東京ってなかなか J であのトップ取れずにずっといるから、うん、でそこに白羽の矢が福富くんあの上がって今入ってたけど、やっぱそれぐらいやっぱりメンタルっていうのは選手だったりチームにとってはやっぱ欠かせないんだね。いやてかもうメンタルが一番大事です。メンタルが、はい、まあ、その選手一人一人が、はい、言ってた、負け続けるともうだんだんメンタルが難しくなるって、これでやって合ってんのか合ってないのか、はい、自分でもそういう、自分のプレーでもそういうってことだよね。そうだと思います。この今出てって飛び出していくのがいいのか、はい、待ってラインをこうした方がいいのかとか、はい、いろいろある。はい、あります。すごいね。でもその中で自分の中で解決してきたの常に、やっぱその都度都度考えてはいましたけど、結果としてはやっぱあまり良くな出なかったです。はい、じゃあまあその J の壁だったりにこうぶつかってでやっていく上で1年間経って、その後どうしたの？まあクビになって、また関東一部のボンズ市原っていうチームでプレーしました。プレーした、はい、そこはどれぐらい？1年です。1年、全部1年です。あ、じゃあ1年でこうやっぱこうやってきて、やってきて、はい、でまあ難しいことも直面しつつ、はい、で今シーズンから、そうです、小江戸、はい、川越 FC に来た、はい、まあじゃあ気分のあれかもしれないけど、埼玉に来たんで、うん、まあようこそっていう、そうですね、埼玉に、まあ、埼玉にゆかりはないよね。全くないですね。全くないよね。はい、これっぽっちもないよね。これっぽっちもないです。もう本当にできれば来たくなかったぐらいだよね。いや、そんなことないです。48の道府県あるけど埼玉だけは、埼玉だけはっていう中来てくれて、いやいやいや、いやこっちはあのウェルカムですよ。そうですね。ね、はい、こっちは埼玉県民として長くずっと言いますからね。はい、まあでもまあ足立区だから近いっちゃ近かったよね。ほぼ埼玉みたいなもんですね。近かったけど、はい、まあじゃあ小江戸川越 FC に入った、はい、そのきっかけっていうのは何かあったんですか？そうです、元から2年前ぐらいから一応話は小江戸川越 FC の人と話はしてたんですけど、まあ、魅力あるチームだなとは前から思ってて、
そうですね、去年ボンズ市原クビになった時にちょっとまあかんいろいろ考えて決めました。あ、そう、はい、いやでもね、小江戸川 VC さんも去年から今年にかけてだいぶ選手そうですね入れ替わったと思うのね。インスタとかで見ると何々選手加入、何々選手加入って、どんどん加入選手マジかよって。もちろん入ってくるイコール、まあ、出てくって選手もね、これも常だもんね、うん、チームとしては、はい、じゃあその中で今シーズンから加入して、はい、どうですか、まあ、関東2部という舞台、まあ、カテゴリーが1個下の方に来たんですけども、入ってみてどうですか、チームのその雰囲気だったり監督の大場さんだったり、そういうすごい若いな、年齢もそうですし、やっぱ雰囲気とかも若いなっていうのは感じました。あ、そう、はい、ただもっとあの東京23とかボンズ市原はもう少し年齢が、そうですね、年齢が上の方も多かったので相当若いと思います。あ、そう、はい、今じゃあ京介くん 20? 今20、今年26歳です。今年26、はい、がもうじゃあ他の子が若いってことは結構中堅ぐらい。あ、もう全然中堅ぐらいにいます。あ、そう、はい、じゃあまあ20代とかが多いのかな。あ、そうです、こういうのは多いです。まあ20代の子はもうパリピでしょ、うん、もうもうこんなですよ多分。そういうことじゃないよね。そういうことではないです、はい、もう若い子が多い、はい、やっぱカテゴリーがそう、やっぱ1個低いとやっぱそういうチームなのかもしれないし、はい、じゃあ入ってきてもう自分ぐらいの年齢になるとやっぱもうチームをある程度こうまとめていく風にもなっちゃう。年齢的にもそうですね、そういう立場になると思います。やっぱりちょっと経験されたり、ここはちょっと声かけたりとか。はい、そうですね。へえ、でどうですか、その入ってきて今小江戸川 OSC がもう2節、はい、終わりました。関東2部2試合終わって結果が1勝1分けです。1勝1分けだよね、はい、悪くないよね。悪くないですね。悪くないっていうか上々だと思う、うん、あの下から上がってきたチームがちゃんと 今2試合だけど負けてないし、勝ってもいるしね、はい、でそれはもう2試合とも出てた、うん、出ました。どう、やっぱ甘い試合はないですね、1試合もやっぱない。はい、もうギリギリで、ギリギリです。やっぱカテゴリーがね、ほら J から関東1番が来てで関東2部ってなって、もうあれでしょ、お前ら楽勝だよな。いいから今日お前らの相手関東2部だからなって。別になんか全然楽勝だろみたいな。いやいやいや、そんなんなったことないです。なったことないの。なったことないです。もうね、いい人。好青年。俺だったら違うの。そうですね。自分が J から降りてきたら、自分が J から降りてきたなら、お前ら J 行ったことあんのって。なんかあったらミーティングでもないでしょ、あの手挙げてって全国議事堂したら手挙げてそうですね、言いそうですもんね。嫌われるよね絶対嫌われるよ、チームでポツンと。まあでもそんなことないよね。ないですね。でも1試合たりとも気抜けない。はい、やっぱ楽しい。楽しいですね。やっぱなんかさ、やっぱさ、いろいろさ大変だった大学だったりね、 J だったり関東一部で大変な思いしてメンタルといろいろこう やってきた中で、やっぱ試合出てなんぼでしょ。いや本当それは思います。やっぱりサッカー選手、スポーツ選手、試合してなんぼだよね。はい、もう本当そう思うんだよね。うん、だから試合まで行って出れない、まあもちろんベンチでずっとこういつ呼ぶんだ呼ばれるんだっていうのもあるし、これ例えば JM 浦和レッズとかで、はい、メンバー外とか選手の上の方で見てるじゃん、うん、悔しくてたまんないよね。いや、みんなそうだと思います。たまんない、うん、そりゃそうだよね。サッカー試合するためにこのチーム入ったけど、はい、そうじゃないってなった時に、でもこういう風に小江戸川越市に来て2試合戦ってみて、まあ1試合目が堺トリニタスさん、トリニタスさん、はい、これ1は0-0でした。あ、0-0、ここ引き分けだ、はい、で次の横浜たけるが、はい、1-0で勝ちました。あ、無失点。あ、そうです。やっぱディフェンスからしたら無失点っていうのはどうなの。いや結構嬉しいですね。やっぱそこだ、はい、もうじゃあ4-3とかで勝った試合っていうのはやっぱ嬉しいけど、やっぱり3点取られたっていうこともやっぱり重んじる時ある。
いやもう3失点したらやっぱダメっすね。もうダメっすお前ら何やってんの、ちゃんとやろうっていや人のせいにはもうしてない、すでに自分にベクトル向けて、素晴らしい成長してきてるんです人は成長するんですよ、自分にベクトル向けてね、はい、あでもそうだよね、やっぱゼロっていうのはディフェンスにとってははい嬉しいですね。嬉しいよね、はい、でどう2試合やってみて、ゼロで守れてるっていうのはやっぱもちろん個でこう守るところもあるけど、組織でどう、こう今やってみて、やっぱ全員がハードワークして走って、まあ、守備してるからこそゼロで抑えられてるっていうのはあります、うん、まあその前の2部上がる前のチームっていうのは小江戸さんのことはあんまり情報はない、あそこまで詳しくはないです、ね、あじゃあどれぐらいのプレスの強度で健一をやってきたことは分からない、分からないです。そうだよね、はい、自分が関東入れ替え戦で渋谷シティさんと小江戸川越さんがやった時は、多分プレスの速さは渋谷シティさんの方が速かったと思ってたの、うん、あこれぐらいやっぱプレス行かないときついんだろうなと思ってたんだけど、もしかしたらそこは上げてきてるかもね、うん、メンバーも変わって個人の技術も上がった中で、はい、じゃなかったらゼロで関東2部を終えるっていうのは多分難しいと思うよ、うん、そうですそうだと思います。じゃあセンターバック今なんだ、どのフォあれシステム、4バックのもう真ん中センターバックやってます。あ4バックのセンターバック、はい、4-3-3、4-3-3、はい、4-3-3か。まあでもうちのゴーフトにもいろいろ参加してくれ、してくれてるキャプテンの北原くんが、はい、どう、いややっぱプレーだけじゃなくてもやっぱ精神的な支えにはなってますね。本当にあのキャラだよ。やっぱ違いますよ、オンとオフで。オンとオフ違う。ラジオ来た時にネクタイ見たらもう、昇格したぜーってパリピ代表みたいに、ね、やってくれたのよ。わざとなんだけど。あでも、ね、YouTube とかあるんですよ。はい、小江戸川越石井さん。はい、で、はい、そのロッカールームだったりいろんなので。はい、まあやっぱキャプテンシーでこういろいろ声枯らしてるよね、はい、そうですね。ああいうの見てるとやっぱ心強い、いや心強いですね。そうだよね、はい、やっぱチームにも言うしね、しっかり。そうですね。でも京介くん もうそういう立場になってくるんだよね。そうですね、やらないといけないと思ってます。え、そういう時はさ、今までキャプテンとかは、まあやったことあります。あるんだ、はい。え、どういうキャプテンシーなの、そう京介くんもわって声は出すし、まあ、センターバックは常に声出すよね、はい、盛り上げるし、やっぱチームが調子悪い時に自分がうまくチームが良くなるためになんか何ができるかなっていうのを考えてました。マジで、はい、まさか高校キャプテンじゃないよね。高校は違います、ね、全然違います。すげえな。やっぱなんか起きた時にやっぱりこう仲間をこう鼓舞するのは、はい、まあ誰もできることじゃないよね。そう、まあ、いろんなタイプがいるんで。いるよね、はい、どっちかというとやっぱりみんなちゃんとケアしてあげるんだ、はい、あ、うん、いいかもしれないね、この小戸川越さんに若い子多い中、うん、ちゃんと経験持ってる人、はい、え、やっぱ伝えるの、自分のやってきたこととかこう失敗談とか若い子には。あ、そうですね、話せるところを話します。話すんだ、はい、お前勝手にしろ、お前自分で上がって早上がってこいよとかじゃないんだ。まあ、選手によると思いますけど、はい、ちょっと生意気なやつは言わないよね。いや、まあ、そ言っても多分聞かないあ、そう思う、まあね、もうそういう選手も多いよね、はい、スポーツ選手だし、やっぱそれはあって当然だし、まあ、ちゃんと教えてあげるとこは教えてあげる、はい、そういうことは言って、うん、そうなんだ、やっぱキャプテンする人ってすげえんだよ。そうですね、まあ、本当余談なので全く関係ない話なんだけど、外人の選手がキャプテンやってるチームあるじゃん。ありますね。あれどういう風にこうキャプテンシーやってるのかで、海外だとね共通英語とか何かでこう話せるかもしれないけど、日本語話せない人が多分ほとんどだと思うの、はい、それでキャプテン巻くじゃん。やっぱりチームの試合前に自分の言葉で言うわけでしょ、ベラベラベラっつって、でそれを選手たちはこいつは今何を言ってんだろうって待つ時間があるでしょ。あの J リーグだったら通訳いるんで、そうでしょ、でもそうそうそう、あの彼が行った後、はい、通訳までの時間があるんですよ。それ時間
なんかわー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 って今日一回待つじゃん。一回しますね。一回こいつは何言ったんだろう。通訳がドドドつって、ほー。だからスイッチのさ、そうですね。そう、なんかどうやって入るのかなと思っちゃう。テンポは変わりますね。テンポ変わるよね、はい、もうすぐね日本語でわーって言ってくれるならオッケーってなるけど、行った後一回待って通訳で、通訳の人がさね、どういうテンション、確かにそれは大事ですよね、うん、結構もうね、ガーンってガーンってコブルした後に通訳の人がみんなね頑張ってこうよスみたいな、それスでしょみたいな。そうですね、外人のなんかあった監督とか選手とか。いや、今まではいなかったですね。なかった、はい、まあ、めっちゃ余談なんだけどね。ちょっとその知らないから。そうです ね確かに、ね、ショルツがキャプテンやってるじゃん。しますよね。どういう感じなんですかね。あれじゃない、やっぱり髪の毛を常にいつもこうやって鏡見てこうやってやってさ、で結んだ後にドカーンってた。でもどういう感じなのね、外人。どうなんですかね、ね、本当ですね、プレーではやっぱ見せてるんじゃないですか。そうだね、はい、まあ、そう、背中で見せるタイプだ、はい。じゃあ、これで FC さんは、まあ、1分け1勝、勝ち点4、はい、次がエスペランサ、エスペランサ、神奈川の、はい、横浜エスペランサ、神奈川エスペランサだっけ、エスペランサ FC、 そうだよね、SC とかそんな感じだよね、そうですね、まあ、昔から強いよ、はい、強いです。じゃあ、そこに向けてが来週になるのかな、ゴールデンウィーク、もう今週です。今週、はい、今週28日、今週20日、はい、まあ、じゃあそこに向けてだし、まあね、フォワードとかやっぱいろんなお客さんで声で応援してる選手いるんだけど、やっぱ大島龍斗やっぱうまいなとか言う、はい、言うんだけど、 うまい、うまいですね。彼もっと上でもできるんじゃないかって話もあるんだけど、あ、まあ自分が望んでるかどうか次第だと思います、龍斗が、ね、はい、でもぜひ行ってほしいしね、川越、ね、の、1FC 川越水上公園の選手だ、在籍してたから、小さい時でも川越の子だから、で尚美大学でしょ、確か。あ、そうなんですね。そう、ずっと川越なんだよね。だそういう選手がずっといて、やっぱ10番でね、仲間はどう、その皆さんなんか若いっていう話はしてたんだけど、はい、チームワークとかはだんだんこう良くなってきて、そうですね、まあ、みんな素直で頑張るので、はい、良くなっていると思います、うん、あえてじゃあ課題を挙げるとするのは何だろう、後ろから見てて。サッカーですか。まあそう、あのチームとしてあったり試合だったり、やっぱ若いがゆえに気持ちの部分落ちちゃうと、やっぱみんな落ちちゃうんで。あ、そうなんだ、はい、失点したらみんなダーンと落ちちゃうとか、うまくいかないと落ちちゃうっていうのはやっぱある。はい、それはやっぱりまあ後ろのベテランたちが言うのもそうだけど、けどこうなっちゃった時どうするの、どう、もうそこは日々の練習だったり試合でちょっとずつやっぱ良くな、意識を変えていけば、まあ、良くはなっていくと思います。うん、あと青森山田出身ですよ、うん、もう京介君の時はどうか分かんないけど、アップのブラジル体操とかあれやばいよね、やってた、やってました、あのでかい声でだよ、試合前には声枯れで、試合中全然声出ないみたいな。そうなんですよ、ゴゴフトファミリー あの今うちの FC 西武大 あの代表やってる岸田雄三、この青森山田が西武大高校練習試合に来た時とか そのアップを動画で撮って、俺らにそれを見せるんですよグループラインで。もうあのすごいもう軍隊だよね、はい、軍隊のような、もう試合前から声だけで相手を圧倒する感じ、はい、あんなの3年間続けたらメンタル嫌でもさ、なんかもう楽勝というか、なんかうわってなるよね。なります。それやってんの、声でやっぱあれ、山田の、青森山田のはみんながみんな同じ雰囲気なのでああできるんですけど、逆に全員が全員違うんで、今はその中で一人だけやるのはやっぱ難しいですけどそうだよね、自分だけ、はい、聞くよね、ちょっと、はい、若い子そうだけど苦手だもんねなんか京介さん変、青森山田っぽくなってきちゃう出しちゃったよって。確かに、そうですね、それはできないですけど、うん、でもやっぱそこは求めないです、周りに。あ、 そうね、そこはやっぱそれぞれあるんで。そうだよね、はい、あ、でもすごくね、やっぱまあ今日
お昼ランチ一緒にしながらいろんな話をさせてもらったんだけど、はい、やっぱもうね、あの高青年、うん、ね、本当にもうサッカーずっとやってきてるからね、ぜひあの小江戸ではさ、やっぱりもうサポーターファンからしたらどっちかというと2部残留っていうのがちょっと思ってたことなのね、大丈夫か2部、いきなりまた1部に1年で帰ってこないかなっていうのを心配してんだけど、なんかどう、力強いコメントがあれば。いや、もう監督はじめ多分選手みんな昇格しか目指してないので。おお、素晴らしい、はい、本当、はい、残留の座の字もない。いや、もう昇格目指してやってます。やばい、俺は声を大にしてサポーターとファンに言いますよ、残留なんて考えてません。小江戸川越 C はこれぽっちも残留考えてません。昇格、はい、1年で、はい、これ言ったらマジで半端ないと思うんだけど。そうですね、1年で県一から官に官一っていくチームもそんな、あん、そうですね、だって南葛だって多分引っかかってるよね、官にぐらい。どっかで多分ストレートで行ってないと思うんだよね。うーん、ストレートで行くって相当だよね。いや、そうですね、落とさないゲームだもんね、はい、優勝するって。じゃあ次の試合のエスペランサさんはまた一つのあれだね、はい、これは勝ってでもしたら多分自信にもなるし。そうですね、3戦で勝ち点7ってもう100点だよね。いや、結構まあいいですね、十分ですね。逆に言うとライバルってどこになるの。あ、ここは強そうだぞ、強いぞっていう。いや、多分、ま、全チーム格上だと思うんで、やっぱ下から上がってきたチームってもあるし。あ、そうだよ、はい、でもどうなんですかね、やっぱ早草だったりは去年の順位も上位ですし、うまい早草さんは友達とかもいるんですけど、うん、まあ、まあ前から強いなとは思ってます。あ、そう、はい、そこがじゃあ一つのキーの試合にも。そうっす、いや、まあ、全部だね、はい、もう毎試合毎試合ね、はい、必死だよね、ほんとほんと謙虚でしょ、うん、俺みたいじゃない。俺もだってもう今早草さんをこう視野に入れたんだけど、そんなことないと。毎試合毎試合が死に物ぐらい、はい、まあ、これは応援に行かないとね。そうですね、来てください。1回だけ川越陸上競技場で試合があるの。あ、はい、あります。あれ、それがどこの試合かちょっと分かんないんだけど、後期一節です多分。後期一節目、確かそうです。日曜、リオちゃん行くべきじゃないのこれ。誘ってください。そうだね、はい。ここで浦和レッズの赤着てきたらめっちゃ笑う。いやいや、着てかないですよ、さすがに。めっちゃ面白い。さすがに。よいしょ、あれ王じゃない。じゃないじゃない、さすがに。そうだよね、はい。俺今あのユニフォーム、小江戸のユニフォーム2つ持ってるね。そうですよね、うん、この前お借りしました。そうだね、はい、あ、そうかそうか、はい、そうなんですよ。そうそう、あの自分のは番号ついてないバージョンだから、はい、そこ3って入れておくわ。3番だよね。3番です。3番だよね、先輩。あのマッキーでいいかな。3番書いていく。チャッチーっすね。チャッチーっす。ちょっとあの5メーターぐらいだったらちゃんと綺麗に近づけば近いほどちゃんとなってくる。俺の字でね。3番応援するよ。太めに、じゃあ太めにね。はい、お願いします。いや、でもどう。いや、すごいですね。サッカー選手の生の声を聞いたような感じしない。そうですね、やっぱ苦悩があって、そんなにずっとね高校サッカー優勝までしてるけど、そんな華やかに来てないと、うん、逆に苦労のが多い。多いですよ、全然。まあ、ほら、でもサッカー好きで自分戦ってきて、うん、でまあ川越に降り立って、で今2試合戦って、はい、やっぱいいね、サッカーって楽しい。楽しいっす。そうだよね、はい。いやー、いい番組だね。そうですね。ね、で武井 P 結構いい番組じゃないですか。どうなんですかね。いいって。あ、この曲がかかるとエンディングなんですよ。あ、そうなんですね。いやーね、もっといろんなね、うん、話とか、でもシーズン中なんで、そうですね、細かいことは話も聞けないし喋れないと思うんで、うん、もうこちらからしたら応援するだけですよ。はい、ありがとうございます。じゃあ次の試合も勝って、はい、3戦で勝ち点7、はい、それも0で、0失点で、はい、ね、いやー、今日はありがとうございます。残念ながら時間が来てしまったんですけども、十分に橋本恭介選手の、ね、はい、あれが見え、人柄だったり、はい、プレーの思いだったり、サッカーの思いを多分
伝わってると思いますよ。本当ですか。よかったです。よかったっすよね。もうヒップホップだけじゃないですよ。もう用とか言ってる場合じゃないですよ。ラジオでチャラついてると思われますよ。そうですね。それちょっとやめてほしいですね。そうだね。はい。リオちゃんも用とか言って流れに行っちゃってるし。いやいやいや、流れてきたんで。流れ玉受けちゃった。まあまあ今日に、ね、楽しく1時間ほぼ1時間、はい、あのトークさせてもらったんですけど、はい、ぜひ応援してますんで。ありがとうございます。またぜひ来てもらえますか。はい、よろしくお願いします。ありがとうございま す。本日のゲスト、小江戸川越 FC 橋本恭介選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。この放送は川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様、相続遺言各種登記などお悩みを解決します、川越の竹内司法書士事務所、姿勢が変われば明日が変わる川越ケアラボ整骨院のご協力のもとお送りいたしました。ありがとう。